北野博明は、日本の科学者、実業家。ソニーグループ株式、会社常務 AI コラボレーション担当、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所、代表取締役社長兼、CEO 兼所長、株式会社、ソニー AI 代表取締役 CEO、特定非営利活動法人システムバイオロジー、研究機構会長、人工知能研究開発ネットワーク会長、 沖縄科学技術大学院大学非常勤教授。埼玉県川越市出身。学位は、教養学士、工学博士。早稲田大学継続早稲田実業学校を経て、国際キリスト教大学教養学部理学科を卒業。1984年に、日本電機に入社。その後、カーネギーメロン大学に留学し、世界で、 初めて同時通訳可能な音声翻訳システムを開発。1993年に日本人で初めて以外コンピューターズソートアワードを受賞。同年にソニーコンピュータサイエンス研究所に入所、Ivo の開発などに携わる。1997年に浅田実、松原人志らと共にロボカップを創設。2001年にシステムバイオロジー研究機構を設立。 会長に就任。2008年にソニーコンピュータサイエンス研究所取締役所長に就任。2011年に代表取締役社長兼 CEO に就任。2016年にソニー執行役員に就任。2020年に常務に就任。ありがとうございます。